消えた。なんという。目と目が合う瞬間。柏木さん、柏木さん、桐生、錦、お前大丈夫だったのか。おい、マジかよ、よく殺されなかったな。ああ、なんともない。だがこれで俺はきっちり堂島組を破門になった。そうか。それじゃおやっさんももう大丈夫ってことか。おやっさんのことはまだだ。俺の濡れ衣が晴れねえ限り堂島組はおやっさんに責任かぶせる気でいる。なんでだよ、お前がもう組を抜けたってのにか。ああ、ただそれでも一歩前進だ。後ろチンコって書いてあるから、堂島の大門が外れた以上こっから好きにやらせてもらう。クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。そうだね、分かった。それじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと。行こうぜ。いや、俺は登場会から破門された人間だ。もう風間組の事務所には入れない。柏木さんにはお前から伝えてくれ。おい、何言ってんだよ、水くせえな。いいから来いって。せめてものけじめだ、錦。きっちり筋は通す。筋って、お前は何も悪いことしてねえのによ。だったらお前この後アパート帰るだろ。俺もすぐ行くから、詳しい話はそこで聞かせてくれ。うん、分かった。じゃあ後でな。アパートに住んでんだね、キリュウちゃんね。今日はもうアパートに帰るか、ホテル街を北に歩いていくのが一番そうだな。家に帰ろう、家に。さあ帰るぞ、家に。ただいま、どうも。あ、ここ一番最初に初めて錦と。お、でかい、でかい。何あの人、やばい。絶対これポケモンだ、ポケモンだよ絶対これ。前通ったらもうテレレ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 レテテテーンテテテーンってなる。これバトルをね仕掛けられる。ほらほら、もうおいお前、あ、さっきのやつじゃんこれ。おしゃれだなお前。なんか用か。俺の前を黙ってスローにしていいと思ってるのか。ちょっとこっちに来いよ。いきなり何なんだ。ここら一体お前の島ってわけでもねえのに、どうしてお前に挨拶しなきゃいけねえんだ。お前と暴動するつもりはない。痛い目見たくなければ持っている金を全部置いていけ。ふっ、要はカツアゲか。俺も甘く見られたもんだな。あいにくだがお前に渡す金は一円もねえ。では力ずくで奪い取るとしよう。覚悟するなら。ふん、でかい、カツアゲくん。何それ、もうガリガリくんみたいに。やだ、かかってこい、かかってこいじゃない。わあ、You are not here日本へ。うわ、あぶ、いや、甘いぜベイビー。あ、強い攻撃を。あ、あ。立ち上がるの忘れてた。もうやばいな、あれだ、一撃必殺みたいな感じか。終わっちゃったらどうすんだ。金取られちゃうのかなこれ。なかなかやるな、今回はこれくらいにしておくか。何？お前程度に手こずってしまうとはまだまだトレーニングに改良の余地があるな。もっと厳しいメニューを増やさなければ。そのためには金が必要だ。もっとカツアゲをして金を貯めないと。何なんだこいつ。くそ、
待ちやがれ。おい、あんた大丈夫か。ああ、今の男は江頭ひろやと言ってな、やつは通称カツアゲ君と呼ばれている。可愛くねえよカツアゲ君つったってよ。相手が誰であろうと目をつけたやつから力ずくで金を奪っていくんだ。あんたも腕に覚えがあるのかもしれないが、相手が悪すぎる。あいつに見つかったらとにかく逃げろ。確かに生半可な強さではやつに勝つことは難しいだ。くそ、どこかにあいつから奪われた金を取り返せるくらい強い人がいればいいんだが。ひょっとしてあんたもやつに金を。そうなんだよ、冬のボーナスをもらったばっかりで浮かれていたのがいけなかったんだが、あんたも大金を持ってるときは気をつけなよ。それとカツアゲ君はさっきの江頭だけじゃない、他にもいるって噂だ。カムロ町以外の町にもいるらしい。カツアゲ君いっぱいいるのか。見かけたらこ、あ、びっくりした、気をつけるか声をかけるんじゃなかった。うん、 What the fuck。所持金が全額奪われてしまいます。カツアゲ君を倒すことで取り戻せます。カツアゲ君の所持金が多い。所持金は俺の所持金よ。あ、あるじゃん所持金。よかった、もうびっくりしたわ。今のはまあチュートリアル的なサムシングだからギリギリセーフってことかな。うん、そういうことでよろしい。一応体力上げとくか。うらぁ、よし。お、なんだろうここタクシーか。あ、こっから行けるんだね。うん、帰ろう。うん、昨日の夜は遊んだからでいっぱいね。あ、ボロい。久しぶりに帰った気がするな。帰ってきた気がする。久しぶりに帰ってきたする。あ、すげえ。なんか、住宅街だね。ここだよね、言えばね。え、向こうかな。あ、ここ俺の家。あ、遠い。どこ。あ、ここか。びっくりした。マップがでかいんだな、村に。いや、キリュウちゃんの部屋どんな感じになってんだろうね。おう、なんか、あれだな、地味な生活してるんだな。俺だ、キリュウ。入るぞ。もう入ってるじゃないか。ビールしかねえぞ。わかってるって。他に期待しちゃいねえ。錦、あれから柏木さん何か言ってたか。いや、何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。いい人だな。だろ。そうか、あのクゼが縁故詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。うん、ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐の3人のうちの誰かが空の一粒を手にすりゃ、風間のおやつさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。サツに目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、キリュウ。うん。実はな、東光クレジットの社長、さっき殺されたぞ。うん？何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を空の一壺におびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼは、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。
あのバカなんだってやるさ。てめえの身を守るためだ。だからよ、正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えないと。なるほどな。他のやり方、いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前立花不動産って知ってるか？あ、立花不動産。組を抜けた後、その立花って男が来たんだ。空の一坪を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、待て桐生、俺知ってるぞ。この立花不動産、奴ら空の一坪にまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ立花不動産は？町に事務所構えてるようなまっとうな会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ、一言で言え、神室町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り？ああ、今神室町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってる。だが立花不動産はその神室町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。ほん、鉄の壁に穴を開ける。どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日もたずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ、空きになった不動産を転売するって話だ。たとえ登場会のケツ持ちと勝ち合おうが、お構いなしにな。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってるけど、その中でも立花不動産は札付きだ。登場会本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなるな。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか、立花の腹が読めねえ。なら明日少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べんのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。うん、お前は関わるな。桐生、組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ。ふう、翌日、錦が言うように立花不動産と手を組むべきか。だが連中を信用するには材料が足りねえ。ああ、町で情報を集めて。立花不動産の情報を集めろですって。立花不動産ね、こっちに行くと、お、神室町に行けると。この住宅街まではどのぐらいなんだろうね、離れてるんだろうね、近いのかな。まあとりあえず町に行って情報を集めてみようか。なんだこれ、ショッピングコンビニチェーンってんだ。ちょっと飯も食わねえといけねえしな。この星はなんだ、麻雀を楽しめる。へえ、遊び場か。将棋楽しめる。ちゃんこといえばここ、カラオケスナック、ガンダーラ神室町店、セクシー映像を楽しめます。あ、これあれか、なんだっけ、カモジ君だっけ。カモジ君がいるとこじゃないか。ちょ、カモジ君のとこ行こうか、まず。
技を教えてくれるかもしれない。サラリーマンが殺されたってニュース知ってる？わ、サラリーマン、あの東方クレジットの社長か。あいつらヤバいやつだ。これやめ、ちくりー。ちょっと下がら。はいはいはい、あ、危ねー。お、セーフ。そこだな。うん、カツアゲくんに会った時のためにも一応体力アップと、なんだ、技、新しい技を覚えるということをやっておこうか。よし。ちょっとあれよくない？あ、いた。あ、お、キリュウさん。ん？なんだ、カモジじゃないか。わ、リアル。ホワイトホストなんだ、この辺は。この前はどうでした？ここがお前の仕事場か。確か倒してみろ屋だったな。そうっす、俺らの職場だよ。バッカスの説明ではほとんどわからなかったが、結局どういう仕事なんだ？俺らをダウンさせたりノックアウトできたら賞金を出すルールだ。賞金は挑戦料の倍額。挑戦料が1万円なら2万円を渡すことになるわけなんだけど、半分はもらった挑戦料をそのまま返すだけだから、俺たちはもう半分を負担すればいい。なるほど。うん。へえ、希釈ね。むしゃくしゃしてる酔っ払いたちが狙い目。そうだね。うん、酔っ払ってるからね。とにかく人を殴りたいってやつが主な挑戦者ってことか。興味があるならキリュウちゃんもやってみねえか。キリュウさん、オラの弟子ということに。弟子か。オラを倒したやつはいねえんだ。そのことが広まりすぎちまったみたいでな。見物人は増えてるけど挑戦者が減ってな。そこにオラの弟子が登場したらどうなる。みんな弟子の方なら勝てるかもしんねえって考えて挑戦者がたくさん集まってくるって寸法よ。それでお前が、俺が稼いだ金を取るんだろう。うん、そうだな。やろう。この料金表を見てください。この料金表から客がコースを選ぶんだ。うん、1億コース。カモジ君、1億はないだろ、さすがに。ずいぶん高額なのもあるんだな。この辺の人たち金持ちが多いから、もしかしたら挑戦してくれる人がいるかもって、一人だけ100万円って来たのだが、うん、勝てりゃいいが、失敗しまったら同じ額を払うんだろ。リスクが高すぎる。そうっす。だからその100万円の客は断ったよ。ちょっと強そうで危なかったからね。じゃあ最初から書くなよ。本当だよ、客の目を引くためだったんだ。俺みたいなホームレスに払えるわけないっしょ。とりあえず桐生さんはこれで稼ぐ気がねえみてえだし、バッカスさんが提案した方法でやってみるだね。バッカスからだと？どういう方法だ？まずは1万円でお客さんの募集を始めて、そのお客さんの攻撃が避けきれたら10万円の募集、それが避けきれたら100万円って方法だ。相変わらず好き勝手なこと言ってくれやがる。その次は1000万円、1億と上がっていくのか。そんな募集しても来ねえだろうが。やってみなきゃわからんでしょ。そうだな、その通りですわ。百聞は一見のしかずと。はぁ？もちろん桐生さんに決まってるだ。失敗した時のことを考えて必ず金は用意してね。何、失敗しなきゃ儲かるからさ。言ってくれるぜお前。1万円ならいいけどね。なんだ。ああ、やるのか今。うん、やってみるわ。いいぜめ。避けきれたらって普通に素手で避ければいいのかな。はーい、通行の皆さん、毎度おなじみ倒してみろやな。今回は俺の弟子桐生さんが担当だ。挑戦には1回1万円、1分間に1回でもダウンさせられれば倍にしてお返しだ。さあ寄ってこい。来んのかよ本当に。来た。
おい、ちょっと挑戦させてくれ。弱そうだな、この人。へい、この兄ちゃんをムカつく上司に見立てて殴り倒してやるぜ。スカッとできて金までもらえるなんて最高だな。そう、うまくいくかな。はい、うん、あ、カモジ君意外と爽やかな声なんだね。はい、頑張って暮らせ。じゃあルールを確認して暮らせ。 OK、 キリュウさん、しっかりやるんだよ。そんじゃ、レッツファイト。60秒間に生きる。さあ、かかってこいめ。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ今の。スカッとしたぜ、ありがとうよ。いや、俺があんな素人に負けるなんて。キリュウさん、もうちょっと頑張ってください。あの程度の相手、キリュウさんならスウェーで良ければ全然余裕ですぜ。キリュウさん、これに懲りずに頑張るだよ。もう一回やらせておくれ。ああ、さあ行くぜ。今のはな、ちょっとまぶたを深く閉じていたから失敗しただけであった。今度は負けれ。またお前か。お前またその兄ちゃんか。さっきもすっきりさせてもらったけど。あ、こっちか。まだ殴り足りねえ。殴らせろ。なんてやつだ、はい、なんて危険なやつなんだ。うん、うん、しっかりやるだよ、任せろ。さあ来い。同じ失敗はしねえ。それが俺だ、田中陸浦。ずっ